優勝戦1号艇の金子拓也選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。優勝戦1号艇ゲットとなりました。まずは船足ですけれども、評価を伺わせてください。はい、全部の足がいいです。全部がいい。はい、はい、そうすると、まあ、優勝戦に向けてというところでも大きな動きはなさそうですか。そうですね、微調整ぐらいですね、うん。はい、今シリーズはどうなんでしょう。序盤には多少大きめな動きもあったんですか。いや、まあ、基本的にはそんな大きなことはせず、うん、本当に微調整で来れてます。わかりました、はい、1号艇での戦いとなります。やはり気持ちはインコースと考えてよろしいですか。そうですね、ピット離れ失敗しなければ、うん、インコース取ろうと思ってます。あと問題はまあ深さもあるのかなというところなんですが、あの行き足系統に関しても問題はないですね。はい、うん、あとはスタート感ですが、こちらはもう、まあ、感通り今節はいけてるんで、うん、まあ、深いところから行ってないんで、うん、まあ、分からないですけど、まあ、練習して、うん、はい、しっかりいけるようにしたいですね。足的にも大きなチャンスと考えてよろしいですか。はい、そうですね。わ、はい、かりました。最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、優勝できるように一生懸命走ります。応援お願いします。2号艇の久田俊之選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。3日間の予選を終えました。まずは船足ですけれども、どんな手応えで今日を迎えていらっしゃいますか。まあ、会えば中堅ぐらいですかね。うん、あの実際レースの中では合ってる時のが多いのか、そうでない時の方が多いのか。初日と、はい、昨日の後半は良かったです。あ、はい、じゃあその押し上がりを今日も目指す形になることは間違いないんでしょうか。そうですね、そこの延長戦でいいと思ってます。延長戦でいい、はいはい、2号艇での戦いということになりますけれども、どうなんでしょう、こう今現段階ですけれども、コースで思うところというのはいかがでしょう。そうですね、自分が勝てる位置を直前まで探っていこうかなと思ってます。これはスローダッシュ問わず勝てる位置。そうですね、はい、うん、はい、スタートの勘具合に関してはいかがですか。まあ、船足と相談して気象条件もあるんですけども、うん、一番気持ちよくスタートできるところからいきたいと思います。なるほどね。やっぱり合ってる合っていないというのはスタートに向けてもこれは影響はありますか。ありますね、はい、なるほどね、わかりました。優勝戦ということになります。最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、今日一日精一杯やります。お待ちください。3号艇の椎名豊選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。今回20号機での戦い、まずは船足の評価から伺わせてください。船足はもう抜群だと思います。抜群、はい、何か特徴的にあるんですが、それとも全体的にいいんですか。全体的にいいです。なるほど、優勝戦に入っても船足に関してはもう言われるところもありそう。はい、あります。はい、そうするともう今日の調整というのはこの橋をしっかり維持できればというところになりますか。そうですね、はい、はい、3号艇での戦いになりますが、椎名選手が現段階コースで何か考えていることのがあるのかどうか。まあ、できれば枠なりなんですけど、うん、まあ、勝てるところを選んでいきたいと思います。これはスローもダッシュもいろいろ考えることがある。そうですね、はい、なるほど。スタート感に関してはどんな印象なんでしょう。大丈夫です。大丈夫、はい、これはスローでもダッシュでも、はい、どっちでもということですね。はい、わかりました。地元の優勝戦です。一言最後にメッセージをいただけますか。はい、群馬勢で上位独占できるよう自分も船券絡みたいと思います。応援よろしくお願いします。4号艇の北川幸則選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずはここも今日優勝戦を迎えての船足の評価ですけれども、こちらから伺わせていただけますか。まあ、全般的に悪くはないんだけど、うん、ちょっと椎名君の方がちょっと伸びるかなとか、そんなのはありますね。なるほど。日替わりの変化というのがあるかどうかという意味ではいかがですか。湿気が出るとね、うん、ちょっと重たく感じるんで、うん、そこの調整を今からします。なるほど、はい。4号艇での戦いということになりますが、あとちょっと気になるのはピット離れなんですが、このあたりに関してはいかがなんでしょう。昨日昼から持ったんでね、うん、持つと信じて、うん、はい、行きたいと思います。コースの思いというのが現段階、まあ、一応4コース死守で、うん、まあ、100まで行くようだったらね、また考えますけど。なるほどね、はい、わかりました。優勝戦ということになります。ぜひとも最後に一言メッセージをいただけますか。角を取ったら頑張ってスタートいきます。昨日遅れたんですいませんでした。5号艇の大賀博之選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今節31号機での戦い、船足に関してどんな評価で今日を迎えていらっしゃいますか。どちらかといえば、出足型で、まあ、いい感じです、うん。はい、優勝戦まで何か調整で考えることはありそうですか。直前のスタート練習をしてから、うん、プロペラの微調整するかしないかを考えています。
5号艇での戦い、大賀選手、現段階ですけども、コースで何か考えていることがいかがでしょう、終わりですか。あの基本、枠内で行こうと思ってますけど、うん、まあ、ピットバナーで、まあ、出たりすることもあるので、うん、まあ、出ればあのコースは取りたいと思ってます。例えば外が動いたときに6コースということを考える可能性があるのかどうか。あ、それは絶対ないです。なるほどね、はい、分かりました、はい、スタートの勘具合はいかがでしょう。まあまあそれなりにですね、うん、あの昨日はちょっとの後半はちょっと躊躇しましたけど、なるほど、はい、大体全速で行けます。分かりました。それでは最後に優勝戦に向けて一言メッセージをお願いいたします。はい、全力を尽くします。6号艇の山市哲也選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは14号機、数字の低いモーターではあるんですが、船足はどんな評価なんでしょう。そうで、まあ、スタートの行き足が一番僕が気に入っているところで、うん、そこぐらいですかね、いいのは。あとは、うん、なんか日帰りで良かったり悪かったり、まあ、元々が悪いからしょうがないですね、はい、12レース優勝戦までに調整で今考えられていることはどんなことなんでしょう。そうですね、もうプロペラも大体今現状がいっぱいと思うんですけどね、はい、コースはどんな思いですか。そうですね、まあ、気持ち的には一つでもね、うん、内側欲しいんですけど、まあ、相手もいることだしですね、うん、内側も地元の人なんでね、うん、どうですかね、うん、あのスタートの足はというお話がありました。あの、うん、数字との誤差というのもそんなに大きくはないですか。そうですね、本当スタートの行き足は自分なりには納得してて、うん、スタートはしやすいですね。でもやっぱりいい人にはちょっと出られたりはするんですけどね、うん、でも、うん、納得はしてます、はい、分かりました。それでは最後に優勝戦に向けて一言メッセージをいただけますか。はい、スタートグランに頑張ります。